ホームセンターのキャンプ用品コーナー、こんなの見つけました。バーベキュー合わせ焼き網。この中に食材入れて閉じて、炭火とか焚き火の上でこうやって焼くもののようです。この前作ったファイヤーサークルに初火入れをして、こいつを使ってみようと思います。前からやってみたかったんですが、霜降り肉、和牛牛肩ステーキ、こいつを丸ごと炎の中に突っ込んでやろうと思います。牛のたたきですよね。霜降りのサシの入ったレアで作ろうと思います。よし、もう OK です。多分わさび醤油と焼肉のタレです。柔らか。やっぱあの焚き火の枝でしか出せない、なんか燻製みたいな香ばしさがあって、中霜降りのレア、めっちゃ美味しいです。乾杯。写真展だな。この辺りに住んでいる
てくれ。いいですね、ファイヤーサークル。ちゃんと使いました。